昨日午前、千歳市内の養鶏場から鶏が死んでいると道に通報があり、その後の検査で死骸から高病原性とみられる鳥インフルエンザが検出されました。道はこの養鶏場で飼育しているおよそ56万羽の殺処分を決定し、午前9時ごろ作業を開始しました。道内では過去最大規模となることから自衛隊も派遣されています。また半径3キロ以内にある他の養鶏場には鶏や卵の移動禁止、半径10キロ以内には出荷を禁止する措置が取られています。